追い出されてしまった。アスカちゃん冷たいな。ん？あれは田代さんだ。警察を待ってるのかな。なんかかまいたちの夜みたいだよね、こうやってシルエットで出ると。では田代さんを選択してみます。小栗さんの様子はどうでした？かなり参ってるみたいです。当分ゆっくりさせてあげた方がいいかもしれませんね。無理ないわ、わしかてまさかあんな風に。ん？いえ、なんでもありません。なんか含むね。赤のところの冊子を見てみます。ん？なんだろうこれ。月刊茶柱1号。すごいタイトルだ。しかも1号なんだね。なになに？この冊子では皆さんに分かりやすくお茶の魅力をお伝えします。迷子、茶道具の名前やお茶の魅力などご紹介します。お楽しみに。なんだろうこれ。茶の湯に興味がおありですか？茶の湯、茶の湯、読み方が分かんないんだよね。昔ほんのちょっとだけかじったことがあるんです。それはそれは、亡くなったおかみさんが聞いたら喜ばはったでしょうな。ここで働いてる人間はわしも含めて茶の湯には興味がありませんでしたから、お茶の相手がいないのをいつも嘆いてはりました。この冊子何ですか？ご自由にお取りくださいと書いてありますが、日本茶の湯普及協会というところが配ってる冊子ですわ。おかみさんが会員あったんです。一般の人にも茶道に興味を持ってもらうために配布しているらしいんですわ。よかったら一部お持ちください。どうもありがとうございます。あちこちに何種類か置いてありますし、見かけたらご自由にどうぞ。持ち物に月刊茶柱1号にじり口が追加されました。月刊茶柱1号にじり口、潜入にじり口、茶室の出入り口。茶室の中では誰でも平等という思想のもと小さく作られている。へえ、この1号はにじり口の特集みたいだ。にじり口は誰でも平等という思想のもとに小さく低く作られてるんだったよな。事件が起きたのは茶室の中だ。もしかするとこれが役に立つかもしれないな。他の月刊茶柱も見かけたらもらっておこう。お、なんか変わったよ。もう一回赤いところ、今度なんだろう、ボードみたいなのを示してみます。グタグタやな。旅館内の案内図だ。おかみさんが殺された茶室も書いてある。コードを選択してください。案内図をじっくり眺める。1階には食堂や裏庭、茶室があり、2階には客室や従業員の部屋があるようだ。階段はフロントにあるから、1階や2階へ移動するにはここを通ることになるのか。よし、だいたいわかったぞ。コードを選択します。案内図を書き写します。何かの役に立つかもしれない。どこかにメモしておこう。できた。ほんと紙に書いてるな。これで館内の配置が把握できそうだ。殺された茶室は離れにあるのね。持ち物に館内マップが追加されました。館内マップ、旅館の館内マップだ。
客室やフロント、宴会場なんかもバッチリ写してある。まあ今だったらスマホで撮ればいいだけだけどね。そうそう、板前さんはやはり厨房におるみたいです。その案内図を見てもらえば場所はすぐ分かります。移動ボタンが追加されました。別の場所に行きたいときは移動ボタンをタッチしてリストから移動先を選びましょう。移動先リストを開くと上画面に現在いる場所の地図が表示されます。また移動先の中にはびっくりマークがついているものがあります。びっくりマークはその場所に調査すべきものがあるということを示しています。親切だね。では実際に移動してみましょう。じゃあ下のピクトさんを選択します。移動先を選んで決定してください。で、食堂に行ってないから食堂を選択して決定します。すみません。板前さん。食堂にはいないみたいだ。厨房にいるのかな。とりあえずこの中を調べてみます。赤いところの窓をタッチしてみます。ちょうど事件のあった茶室が見えるぞ。ここからだと距離はだいたい15メートルってところか。証拠、食堂と茶室の距離は約15メートルを入手しました。食堂と茶室の距離は約15メートル。食堂からは茶室までは一直線に15メートルの距離がある。ボーガンで狙うのは難しい距離かもしれない。ボーガンで狙えたらオリンピック出れるよね。次は、黄色のところのかかってるものを調べてみます。ずいぶん古い写真だ。昭和27年、創業当時の記念写真か。表面に埃が溜まっててよく見えないぞ。行動を選択してください。写真の埃を手で払います。優しく、そっと。うわ、落ちちゃったんだ。落として割ってしまった。どうしよう。とりあえず隠す方向で。 持ち物に昭和27年創業記念写真が追加されました。昭和27年創業記念写真、旅館曽根崎邸の創業記念写真、当時の従業員らしき人たちが写っている。ふう、これで証拠隠滅完了と。 ん？誰か来たか？でかい。思ったよりでかい。 誰や、お前。なんや、今の音。うおー、でかい。厨房から出てきたってことは、この人が板前さんか。今の音、何やった？いえ、別に何でもないです。そんなことより、お前、一体誰なんや？まだおかみさんが殺されたこと知らない感じだよね。僕は今日明日かの古い知り合いで、新田一心と言います。事情があってここに転がり込んだんですが。転がり？ああ、崖から落ちたっていう。ええ、そうです。その説はお騒がせしました。板前さんですよね。木村武雄や。
人物リストに木村武夫が追加されました。木村武夫、アスカちゃんの同僚、京都の旅館曽根崎邸の板前さんだ。行動を選択してください。上から順番に潰していこう。おかみについてきます。おかみさんのことなんですけど。ん？おかみがどうかしたんか？え？あれ？もしかして木村さん、事件のことまだ知らないのか？行動を選択してください。事件について聞きます。事件のこと知ってます？あー、事件？なんやそれ。おかみさんが亡くなりました。え？なんやって？今なんて言うた？なまっちゃった、ごめん。おかみさんが亡くなったんですよ。どういうことや。事故かなんかか？ いえ、何者かに殺されたんです。この旅館の茶室でね。犯人が誰なのか不明です。なんてことや。相当ショックを受けてるな。当然か。証拠、木村は事件を知らなかった様子を入手しました。木村は事件を知らなかった様子。事件当時、木村は厨房に行って事件のこと何も知らされてなかった様子。行動を選択します。今まで何をしていたのか聞きます。ぶしつけな質問で恐縮ですけど、木村さんは今まで何をしていたんですか？料理作っとった。まあそうだよね、仕事だからね。料理ですか？ああ、板前が厨房で料理を作る。当たり前のことやろ。あ、まあそうですね。じゃあ料理中に内線なりませんでしたか？内線？そんなん知らん。料理に集中しとったらそんなもん聞こえへん。そんなものなのか？本当だったらそれはそれで仕事に差し支えると思うけど。行動選択します。厨房について聞きます。ちょっとだけ厨房を見せていただけますか？あかん、関係者以外は立ち入り禁止や。ちょっとでいいですから。絶対あかん、中に入れるわけにはいかへん。少しぐらいなら別にいいと思うんだけどな。後でこっそり覗いてみようか。一応言うておくけど、いつも厨房のドアには鍵かけてるから、こっそり覗こうとしても無駄やで。いつもというと、まさか料理中もですか？当たり前や。それは当たり前なのか？普通料理中に鍵はかけないと思うけど。証拠、木村は厨房に鍵をかけているを入手しました。木村は厨房に鍵をかけている。木村は常に厨房に鍵をかけている。同じことを3回も言ってる気分だけど。もしかして見られたくないものが厨房にあるのか？ん？今窓の向こうから物音が聞こえたような。誰かいるのか？赤いところの台に乗ってるものを調べてみます。ん？こんなところにも月刊茶柱が置いてある。確か勝手にもらってもいいんだよな。
せっかくだから一部もらっておこう。持ち物に月刊茶柱2号茶筅が追加されました。月刊茶柱2号茶筅。テストに出る茶筅。お茶を立てるための茶道具の一種で、お湯と抹茶を混ぜるのに使う道具だ。茶柱2号は、茶筅についての特集か。茶筅というのは、お茶を混ぜるのに使う道具だ。じゃあここはもう用事ないな。移動します。移動先を選んで決定してください。フロントに行きます。決定。さっきの物音が気になるな。移動する前に窓を覗いてみよう。移動する前に窓を覗くのか。ごめんね。窓を見てみます。ん？あそこの裏庭の隅っこでうろうろしてるのは。おーい、アスカちゃん。ん？どうしたの？そんな顔して。大声で人の名前を呼ばないでください。恥ずかしいじゃないですか。で、とりあえず謝ります。ごめんね、ハスカちゃん。一心さん、もういい年なんですから、少し落ち着いた方がいいですよ。ああ、ごめん。で、次は稽古の様子を聞いてみます。あれから稽古ちゃんの様子はどう？体は大丈夫なんですけど、精神的にはあまり良くない状態ですね。ほとんど喋らず、ずっと何かに怯えてる感じで。そうか。裏庭で何をしていたのか聞いてみます。裏庭で何してたの？え？いえ、別に何も。もしかして犯人の手がかりを探していたの？木村さん放置だけど大丈夫？いえ、私、調査だなんて、そんな。ああ、そうだ。これ、渡しておきます。ん？何これ？業務日誌？どうしてこんなもの？私もわからないんですけど、裏庭に落ちていたんです。どうやら昭和26年から書かれたものらしくて。とにかく、これは一心さんが持っていてください。持ち物に謎の業務日誌が追加されました。謎の業務日誌。ボロボロの業務日誌。昭和26年から書き始められている。どうして僕に渡すの？あ、いえ。別に深い意味なんかありません。じゃあ、私はけいこちゃんの部屋に戻りますね。ちょっと待って。って言ってしまった。渡されたこれが事件に関係するかどうかわかんないけど、アスカちゃん、ありがとね。さて、ここは一通り調べ終わったかな。じゃあ今度こそ移動します。で、移動先がフロント。びっくりマークついてるね。で、決定。誰？マーチン来たよ、マーチン。すみません、こちらの方？客みたいなものですけど。あなたは一体。嵐山署の下山です。刑事さんでしたか。怖そうな人だな。こんな人に尋問されたら、犯人でなくても自供してしまいそうだ。
私の顔に何かついてますか？あ、いえ、別に。刑事さん、話してみよう。あなたのお名前は？新田一心です。ここで仲居をしてる知人に会いに来たんですが、こんなことになってしまって。なるほど。被害者との関係です。なるほど。ちらっと見かけただけだもんね、おかみさんね。あの、人と話すときはサングラスを取ってもらえません？おう、言ったね。おっと、これは失礼しました。目細っ。これでよろしいですかな。サングラスを取った方が怖い。なんて鋭い目なんだ。人物リストに下山刑事が追加されました。下山刑事、おかみさん殺害事件の捜査にやってきた刑事さんだ。こわもてだ。すみません、やっぱりサングラスかけてください。ん？これでよろしいですかな。あ、はい、どうもすみません。ところで現場はどちらです？先に部下が向かっているはずなのですが。裏庭に茶室がありまして、そこでおかみさんが。そうですか。では新田さん、裏庭の茶室に案内してもらえますか？じゃあ移動します。移動で裏庭決定します。その奥にある茶室です。あー、足跡がこんなに。ずいぶん踏み荒らして。いや、しょうがなくない？じゃあ下山刑事を選択します。誰かここの従業員の方はいないんですか？厨房に板前さんがいて、内務の田代さんはどこだろう。動かないでと伝えといたんですがね。じゃあそうだな、第一発見者の中井さん、彼女は今どこに？ショックで倒れてしまったんで部屋で休んでいます。なるほど。もう結構ですよ、部屋に戻っていってください。追い出された。行ってしまった。どうしよう、おとなしく客室に戻った方がいいのかな。移動します。移動先を決定。まずフロントに行きます。フロントが手前だからね。決定。そしてまた移動します。で、客室決定。警察が本格的に捜査に入ったか。刑事さんにここから出るなと言われたけど、でも探偵ならば目の前で起こった事件を解決すべきなんじゃないか。よし、もう一度旅館を調査してみよう。あれ、誰か来たみたいだ。なんだか気がそがれたな。仕方ない、とりあえず襖を開けよう。白いところの襖を選択します。失礼しますよ。あ、刑事さんだ。わ、刑事さん。ん？
どうかしましたか？いえ、なんでもないです。一体何の用ですか？事情聴取です。事件前後、新田さんが何をしていたか、すべて話していただけますか？あ、はい、わかりました。事件前後の話か。行動を選択します。事件発覚前の話をします。僕がここへ来たのは11時頃でしたが、崖から落ちてしまって14時頃まで気絶していたんです。目が覚めるとこの客室の中でした。僕の隣には仲居をしている知り合いの京明日香さんが座っていて、それからしばらくの間、二人でいろんな話をしてました。多分1時間以上は話し込んでたと思います。そこへ突然仲居の小栗恵子さんが血まみれの姿でやってきて、おかみさんが死んでいると聞き、僕たちは茶室に向かったんです。なるほど。茶室へ向かったのが何時頃かは分かりますか？15時15分くらいだったと思います。行動選択します。事件発覚後の話をします。恵子さんからおかみさんが死んでいると聞き、慌てて茶室に向かいました。僕たちの騒ぎを聞きつけて、裏庭で作業していた内務の田代恵三さんもやってきて、僕と飛鳥さん、恵子さんと、そして田代さんの4人で茶室に入りました。しばらくしてから裏庭に出て少し話をしていましたが、突然恵子さんが気絶して倒れてしまったんです。それで僕と飛鳥さんとで恵子さんを部屋に運びました。僕はすぐに部屋を出ましたが、飛鳥さんは看病のためにそのまま残りました。それが多分15時30分ぐらいだと思います。それから僕は板前の木村武雄さんを探しに行きました。なるほど。その板前さんは事件当時どこにいたんです？厨房にずっと料理中だったそうです。なるほど、大体わかりました。ちょっと地図で確認させてもらえますか？あれ？おかしいな。どこにやったんだ？内ポケットにもないし。どうしました？いえ、館内図のコピーをフロントでもらってきたはずが、ちょっと見つからなくて。行動を選択。刑事に持ち物を見せます。使う持ち物を決定。館内マップね。これで決定します。ああ、こりゃどうも。すみませんね。ずいぶん用意がいいですね。たまたまです。たまたま。まあ、いいでしょう。では、この館内マップを見てもらえますか？館内図で見ると、これが茶室ですね。東側に窓があって、茶室南側、東寄りに小さな入り口と、茶室の東側に田代さんが草刈りをしていたという裏庭、そしてさらに東側に本館の従業員用の食堂と厨房、
ここで木村さんが作業していた。間違いありませんね。はい、僕が聞いた限りではそんな状況でした。開いていた茶室の窓から矢が入ったとしたら、真正面の位置にある食堂からボウガンを発射したか、あるいは裏庭から食堂から撃たれたと考えるのが一番自然か。問題はこの距離だな。外部犯の可能性について話してみます。犯人が外部から侵入したということは考えられませんか。調べてみないことには分かりませんね。ただ裏庭には館内を通らないと出入りできないようですから、どうでしょうね。さてお邪魔しましたね。そろそろ失礼しますよ。言っておきますが、くれぐれもここを動かないように。いいですね。ふう、少し疲れたな。よし、邪魔者もいなくなったことだし、今度こそ旅館の調査に。あれ、また誰か来たみたいだ。仕方ない、襖を開けよう。じっとしてる人いないね。白いところの襖を選択します。一心さん、事情聴取終わりました？ああ、今刑事さんが出て行ったとこ。アスカちゃんは？私はまだですよ。ここでおとなしくしているよう言われただけです。そうか。アスカちゃん、事件を調べる気は全くないみたいだ。本当はいろいろ手伝ってほしいんだけど。お願いしてもきっと一蹴されるよな。とりあえずアスカちゃんからいろんな話を聞こう。行動を選択。じゃあ上からね。恵子について話す。恵子ちゃん大丈夫かな。おかみさんの死が相当ショックだったようですね。早く元気になってくれればいいんですが。そういえばアスカちゃんとケイコちゃんは仲が良さそうだね。この旅館の中では一番年も近いですからね。私にとってケイコちゃんは妹のような存在なんです。田代について話す。田代さんはこの旅館にどれだけ勤めてるの？ずいぶん長そうだけど。いえ、田代さんがここへ来たのは半年前のことなんです。半年前？思ってたよりも最近だな。この旅館で働く前は何をしていたのかな？さあ、聞いたことないです。ただ旅館で働くのが初めてとは思えないんですよね。内務はとても大変な仕事なのに、1ヶ月足らずでほぼ完璧に一人でこなしていますし。証拠、田代は半年前に旅館に来たを入手しました。田代は半年前に旅館に来た。田代は半年前から曽根崎邸で働いている。その割には旅館の仕事には慣れているようだ。木村について話す。さっき木村さんと会ってきたよ。なんていうか、すごく変わった人だね。私も初めてここへ来た時は木村さんが何を考えているのかわからなくて怖かったんですよ。でも本当はとても優しい人なんです。それを表に出さないだけで。
おかみについて話します。おかみさんはどんな人だったの？厳しくて優しい人でしたよ。テキパキと仕事をこなす姿に少し憧れていました。仕事の時はとても厳しいんですけど、それ以外ではとても優しくて。だからこの旅館の中におかみさんを嫌う人がいるとは思えないんです。とりあえず聞きたいことは全部聞けたな。よし、アスカちゃんに調査助けてもらえないか頼んでみよう。調査の手がかりを頼んでみます。アスカちゃん、何です？僕、旅館の中を調べてたんだけど、いまいち何をしていいのかわからなくなって。親父やアスカちゃんはどんな風に調査を進めていたの？探偵になるのまだ諦めてないんですか？当たり前さ。アスカちゃんもおかみさんが殺されて悔しいだろう。だから協力してくれないかな。仕方がないですね。ありがとう、アスカちゃん。で、僕はこれから一体何をすれば？そうですね、調査に行き詰まったのでしたら、まずは今までに得た情報を整理した方がいいでしょう。得たものを見直すことで何かが見えてくるかもしれませんし。見直しか、なるほどね。じゃあこれまでの調査の成果を私にも見せてもらえませんか？え？一緒に見直してくれるの？今回だけね。さあ、イッシーさんが集めた持ち物を私に見せてください。私が一緒にチェックしてあげます。行動選択します。アスカに持ち物を見せます。使う持ち物ね。まずは謎の業務日誌決定。これアスカが持ってきたんだけど、それ私が裏庭で見つけたものですよね。ああ、えらくボロボロだね、これ。いつの日誌だったっけ？中に書いてありますよ。それもそうだね。ちょっと見てみようか。昭和、26年の西か。ずいぶん古いものだね。あら？どうしたの、ハスカちゃん。それ、昭和26年から書き始められたんですよね。どうかしたの？どこか引っかかりません？何かが矛盾してるような。矛盾？ボロボロなだけで別に変なところは。私どこかでそれと矛盾するものを見た気がするんです。でもダメだわ、思い出せない。気のせいじゃないの？いえ、やっぱりどこかおかしいですよ、これ。ねえ、一心さん、なんだい？この旅館のどこかにこれと矛盾する何かがあったと思うんです。何か見つけてないですか？これと矛盾するものか。
26年、こっち27年だよね。これを決定します。あ、それはそうなんだよ、アスカちゃん。業務日誌は昭和26年に書かれていた。でもそれには昭和27年。これが私の感じた違和感の正体なんですね。多分ね。とりあえず業務日誌の中見てみようよ。どうやら昔は曽根崎邸じゃなくて紅葉邸という名前だったみたいだ。この旅館を建てた人物、名前は KT としか書いてないな。この人、どうやら借金の返済がうまくいかなかったみたいだよ。この日誌、数ヶ月間しか書かれていないようだし、曽根崎邸が翌年創業ということは、それを居抜きで買ったのかしら。いや、買ったというより計画的な乗っ取りじゃないかな。金を出していた人間も名前は曽根崎になっている。きっとこの曽根崎という人が紅葉邸の主人を借金で苦しめ、そのまま旅館を乗っ取ったんだ。この旅館にそんな過去があったなんて。証拠、曽根崎邸は紅葉邸を乗っ取ったを入手しました。曽根崎邸は昭和27年、紅葉邸という旅館を乗っ取って作られたらしい。紅葉邸の主は KT というイニシャル。でもそんな大昔の話なんて今回の事件とは関係なさそうだな。まあ関係はあるんだろうけど。これでもう一心さんの集めたものは全部ですか？あ、ちょっと待って、他にもいろいろ見つけてきたんだ。じゃあそれも私に見せてください。ちゃんと調査ができているかチェックしてあげますから。今度はね、月刊茶柱1号にじり口を決定します。あら、一心さん、月刊茶柱を集めてるんですか？ああ、殺害現場に関する知識を押さえておきたいと思ってね。集めてるんでしたら、これもあげますよ。有効に活用してくださいね。持ち物に月刊茶柱4号水屋が追加されました。月刊茶柱4号水屋。これが水屋だ。茶室の中に置かれたキッチンスペース、茶碗置き場や水場なんかがある。でも3号がないね。持ち物に月刊茶柱7号茶道口が追加されました。月刊茶柱7号茶道口、ザ・茶道口、水屋へ出入りする入り口らしい。ん？なんか飛んでもらったね。ふむふむ、4号には水屋について書かれている。水屋というのは茶室の中に置かれたキッチンみたいなもので、水場や茶碗置き場があるみたいだ。7号は茶道口の特集だ。茶道口はお茶を立てる主人が茶室に出入りするための入り口らしい。この旅館の茶室で言うと水屋に通じていた扉のことだな。少しだけ茶道に詳しくなってきたな。失礼しますよ。ああ、どうも。次は私の事情。いえ、京さん、原田さん、ちょっと食堂まで来てもらえますか？
え、どういうことです？関係者全員を食堂にお呼びしてるんです。急いでください。関係者全員？アスカちゃんはまだ事情聴取すら受けてないのに。まさか警察は犯人の目星がついたのか？これはこれは、またお会いしましたね。どうやら警察は犯人の目星がついたようですよ。果たして警察の推測は正しいのか。彼らが見つけた決定的な物証とは？さあ、私と一緒に物語を追いましょう。でも私の勘ではどうもあのグラサン刑事イケてない気がするんですよね。同じメガネでも私とは大違いですね。ではうちの猫も騒いでますので、今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。